叶わなかったとしてもそれが悔しい悔しいだけで生きていく人生って辛いやん。だけどあの時俺嘘つかなかったん自分に向かってって。だからそのね学生さんのうちはあの叶う叶わんを考えることよりも結果的にどのパターンに陥ってもなんか自分の納得のいく言葉みたいなものを最初に決めておくとなんかこうねできんかったらどうしようっていう変なあの不安がなくなるかなと。その時になんか脳みそも活性化していいパフォーマンスが出せるようになるんじゃないのかなっていうのをもう何年も前に決めてやるんだよ。それはすごいな。将来の言葉をもう今から決めておく。俺生まれてからまあ今というか今日ですよね、うん、でこっちは未来ですよね、うん、でどっちかいうとこの今日という一日を起点に意外とあのまあいろんな人と関わるとよくこう気づくんやけど、ああ過去に起こった出来事を例えばこう後悔してるとか、うんうんうん、後悔ってこんなですか？そう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 、うん、後悔してるとかあの時ああしとけばあの時こうしておけばっていうその過去を背負ってる結果が今日なわけ、うん、でこれを背負ってると未来に向かって不安ばっかり考えるようになると思う、うん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 、この未来に対するああ怪我したらどうしよう今よりも収入が減ったらどうしようで子供にどんなことが起こったらどうしようとかってもうあらぬ不安ばっかり探す人ようけおるやん、うんうん、これ簡単な解決方法はこの後悔しているような過去の出来事を感謝に変えること、うんうんうん、まあ要するにあの時あのいじめを受けたおかげで人をたくさん観察するようになってでそしたら何か自分の得意なものが見つかるようになったっていうこの過去を感謝で受け取る。俺でもそうやん、もともと田舎者っていうコンプレックスもあったり、まあ、中学時代、まあ、過ぎじゃないけど俺も税務署くらったりみたいなとか、うん、高校受験に落ちたこととか、うん、定額処分ばかくらってたこととか、うんうんで人と同じようなことが何もできんかってさでどうせ俺なんてって昔ずっと言ってたのに今公演でその過去の失敗談が後悔じゃなくて全部ネタに変わってる、うんうん、全部ネタにできるようになってきたらその今日がこれ切り替わる折り返し点なわけやからさ、うんうんうん、だって後悔の連続の過去で不安でいっぱいの未来それを変えることができる切り替え点で今日しかないわけやからで感謝やネタにできるようになったら不安がむしろ希望に変わるかなって、うん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 、この境目を今日生きてるわけちゃうかなでなんかこういうふうに思うと今日の私自分自身みたいなで過去遡りゃいろんなこともあったよなみたいなでも未来を不安いっぱいできるより希望にあふれる未来を生きていくんだと思うと当然ワクワクしてくるかなっていう、でこんなもんみんなこう言葉ですからね、うんうんうん、なんでその言葉をうまく自分流に加工したり操ればいいなと。そうですね、言葉は大丈夫ですよね、大事ですよね、と、まあ、ちょっと俺が思ったのは儚いっていう、ね、あ夢を人が夢を見るのは儚いってなかなか叶わないみたいな。でそれってなんか話の中でその自分のことになると儚くなるみたいな、はい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 、で人っていう人のためにってこれも昔からある神社なんかでよく僕らが使ってきた言葉やけど祈願ってありますやん、うんこのね、祈願って祈りと願いって言われてるんですよね。で僕らはやっぱ伊勢の子なんで伊勢神宮に行って願い事はしちゃいかんってずっと言われてきたんですよ。願い事はしちゃいかんって神宮でね天照大神の前でするのは祈りやぜって。で、まあ、僕らがとても尊敬してもうお亡くなりになっている中山康夫先生は、まあ、一言で言うと祈りと許しの人だったんですけど、でもこの祈願って一文字で表したこうなんやけど願い事って自分のことやと思うよ。例えば神宮のね大宮寺小宮寺でネギさんっていうのは10人いてでゴンネギさんって30人いてでその下に神主いう人はもう100人以上、ねうん、その上から数えた3番目に当たる人に僕は昔教えられたんやけど天照大神のところへこうお参りに行くっていうのはなんか久しぶりの田舎のおばあちゃんに会いに行く感じと一緒なんよって。で田舎のおばあちゃんにさ「いやおばあちゃん久しぶり」と。で僕今度こんな
コンピューターゲーム欲しいんやとかで、なんやかんや今度の自分の野球の試合で優勝したいんよとか言うてきて、それはあんた願い事やわなって、血吐くほど努力したらね叶うわ両方って、ベンツ乗りたいとかのせや、血吐くほど努力して働いて一生懸命貯金したらベンツなんか買えるって、ってことは野球の試合に勝つこともベンツ買うこともゲームが手に入ることも全部自分一人が嬉しいことは願い事、けど今度友達が心臓の手術を受けると絶対成功してほしいなとか、それとか WBC のチームサムライジャパンが優勝して日本中に希望と何かがいっぱい広がればいいのになっていうのは祈り事や、血吐くほど俺が努力しても叶わないことや、それしか神様の耳には届かへんっていうことや、願い事するとかえって修行が与えられるよって、なんでお祈りをしに行くことっていうふうに考えると、さっきのあの儚いがさ、人弁に夢と書くのはもうその願い事をしていると儚い人生になっちゃうかなって、でも人を幸せになってほしいなみたいに祈る人生はチャンスが増えるかなみたいな、なるほど、そこにつなげましたか、すげえな。だからすげーな、まあ、これは俺毎日トレーニングしてんのよ、知らない間にほぼ毎日のように何十枚も名刺をもらうのよ、で僕はいつもこんなことをネタ話するとあれやけど、いつもあんまりあの名刺持ってないふりするの、ホテル置いてきたとかなんか言って、ほんまリュックに入ってんねやけどけど渡したくなる人と渡したくない人がおる。ああ、それはでも分かる気がする、分かるやろ、めっちゃ分かります、はい、自分の名刺を渡しながら自分のやりたい願い事ばっかり俺に言ってくる、でその人の名刺は僕は持ってたくないんです、なんですぐ箱に入れてしまってしまう、けど祈り事を一生懸命説明しながら名刺をくれる人は、僕は名刺の中でもこの人には必ずまた会うなと思うから別のポケットに入れる、でその祈り事したなと思う人には後からごめんごめん、ほんまは持っててんよって言いながら渡すね。なるほど、はい、あ、字で人が変えられるんだって言ったの僕もすごくね嬉しかったんですけども、まずその自分を変えたいという意思がそこにあり、でなりたい自分はここにあるんだっていう思いがあり、そしてなりたい自分になるためにこういう字を書こうっていう意識がそこに働くと近づいていくんですよね。結果字が変えるっていうよりもそれを意識して書いてるからその意識に近づいていく、っていうところですよね。で紙って、あ、皆さん字書きましたでしょ、何を使って書いてますかっていうと筆を使って書いてます、ボールペンを使って書いてますって多くの方言われますけども、紙に書くということは腕を使って書いてるんですけれども、手を使って書いてるんですけども、神経を使って書いてるんですね。そう、紙を経て書いてるんですよね。その何を紙を経てるのか、それは自分がどんな人間なのか、何がしたいのかっていうその直感だとか思い、それを神経を使って文字にしていくと、でそれで具現化していくとか、ね、実現していくと、だ紙に絶対書いた方がいいですよっていうね、いうところで皆さんの理想にどん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 近づいていっていただければ嬉しいなというふうに思いましてですね、